ます。はい。そうですね、強攻撃の1つ目と3つ目、あと必殺技で弱体がついてますんで、はい、こちらアビリティ解放すると時間延長になります、うん、はい、で強攻撃の2つ目が、強化系の攻撃ですね、自身を強化する、はい、いわゆるバフと言われるやつですね、はい、通常攻撃4段になっております。おグルブリングの人にもね、愛の力なの、かわいい。こちら必殺技あ、はい、あ、本当だ、足跡が群れがダーッとあー足跡、微妙です、足跡が残ってましたねはい、まあ、最後にもまたあの必殺技の弾ゲットするので、はい、最後にもお見せしたいなと思います。強攻撃1使い勝手良さそうだな。そうですね、遠距離型のタイプだとあの攻撃結構使い勝手いいですね。で、うん、いや、可愛いですね。できて足跡が残ってるという。はい、お願いします。はいはいはい、はい。はい、強攻撃3つ目ですね。月島さんがブワー出てきましたね。フィルムのように。うん、はい、一つ目は突進型。突進型。うん、結構汎用的な攻撃範囲になってますね。あ、通常攻撃は普通にまあ剣で。そうです。だけ。で、剣のその斬撃自体はちょっと狭めに見えるんですけど、うん、実際の当たり判定は結構普通の他のキャラと同じくらい広くなっているので、はい、その辺はご安心ください。どうやら少しはマシになってきた。お、剣に変わった。でもそんな攻撃じゃ僕にも通じない。はい。全部の攻撃に状態以上ついてますんで、こちらも活用していただけるといいですね。こんなにしますね。結構振りも早めで使いやすいキャラクターになってるかなと思います。はい、そして最後にもう一度必殺技を。はい、青攻撃主体のキャラクターになります。強そう。強いですね。結構範囲が広めに設定されているので活用していただけるといいなと。強攻撃1とかも溜めて、そうですね、はい、強攻撃の3つ目が溜め攻撃なので、これはぜひ使っていただきたいなと。はい、こちら必殺技になります。結構遠くの敵までやられてましたね。そうですね、範囲だいぶ広めなので巻き込む感じになってますね。で、最終マップなのでもう一度必殺技の方、さっさと終わらせてるだろ、お互いに言おう。はい、はい、強い。